ギュラーコーナーゴーゴーレッドロケッツ、早速ゲストからお声をいただきましょう。新谷しおりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、コートネームそらさん、ファンファンジュースで初登場ですね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあさあ、そらさんといえば7月に行われました世界ジュニア女子選手権大会 U20 で日本代表メンバーとして活躍されましたね。はい。そして嬉しい結果ぜひ教えてください。2大会ぶりに銅メダルを取ることができました。やりました。おめでとうございます。2大会ぶりですよ。で、今回決勝がトルコでした。はい、振り返るといかがでしたか？本当に厳しい戦いだったんですけど、どうにか勝つことができました。セットカウントは3対2で日本が勝利ですね。はい。ただその前日のロシア戦がまた、そうです、はい、ロシア戦もフルセットで負けて、そこからの切り替えはやっぱり難しかったです。フルセットでね、ちょっと前日ロシア苦戦して3位決定戦ですね、で当たったトルコは予選で一度当たって、はい、予選でもフルセットしてて、その時はチームに助けられたっていう感じです。どうでしたか、こうチームのいよいよという大一番に対してのムードは。ロシア戦終わってみんなこう金メダルを目指してたので、やっぱりすごい落ち込んでたんですけど、もう最後はみんなでできる最後の試合だと思って、勝って終わりたいって言って頑張りました。もうそこはじゃあ一致団結して、はい、ね、でも本当に素晴らしい成績です。で、今回ソラさんね、新人ということですので、どんな選手なのかなと私も改めていろんな情報を見ていましたら、まずはもう鋭いスパイクに、そして安定感のあるブロックに、そしてブロードに、落ちるサーブも結構決めてますよね。あれ、気がついたら何でもできるんじゃないかなと。そして周りの新人ね、座談会でもいつも堂々としてるという評価をいただいてますが、ご自身はどうですか？よく堂々としてるとか緊張してないとか言われるんですけど、はい、実際は緊張してます。あまり周りにはそれが見せないというか伝わらないというか、見せないようにしてるわけじゃないんですけど、多分ずっとでもそれは言われてるので、はい、まあ、でも自分ではいいことだなと思って受け止めてます。いや、 NEC にとっては本当に期待の大型新人ですよ。新人の雰囲気しないですもんね。そうですか。高校卒業してから入られてるので、そういう意味では今一番年齢としては下に、はい、当たるわけですね。どういう選手に自分は成長していきたいなっていう、こうビジョンはありますか？まずはやっぱり V リーグで通用する選手になりたいなと思って、はい、やっぱり高校の時とは全然違うし、体も鍛えてる途中なので、体の面でもプレー面でももっと成長していきたいなと思ってます。一番の強化ポイントは何ですか？何ですかね、やっぱりまだ筋肉がないので、NEC はウェイトをしっかりやるチームでもあるので、はい、そういう面では体作りは頑張っていきたいなと思ってます。じゃあその辺はね、少しずつ筋肉もついてきてパワーがついてくると、ますますそらさんのいいところを出していけるということですね。そうできるように、はい、期待してますね、はいはい。そしてなんともうメッセージがとにかくたくさん届いています。紹介していっていいですか？はい。ラジオネーム中原親父さん、ファンファン初登場おめでとうございます。ありがとうございます。空のコートネームには慣れましたか？ベタですが空のコートネームの由来を教えてください。岬がいて海がいるから空だなんて某綾先生あたりがつけたとか、笑いと書いてあります。はい、そうですね、もう一人新人で塚田しおりさんって先輩がいるんですけど、はい、その人がいるので私の名前を変えなきゃいけないって言って、
しおり、そうですね、下のお名前がお二人いるということですね。はい、そうです、はい、それで私が行った時に先輩たちに3つぐらい候補言われてて、3つ候補、ちょっと一つ忘れちゃったんですけど、はい、まあ、競泳で K で、競泳の K で、高校ですね、はい、はい、K と、はい、K、あともう一つ多分なんかルナかなんかそれっぽいよみたいな感じで言われて響きが可愛らしいですね、はい、ルナ、はい、でもう最後に空って、あの競泳があのチームカラーが水色なんですけど、お水色で青空だからなんか空みたいな感じで3つぐらいちゃんと由来もあって候補出してくれて、これは先輩 NEC の先輩方が出してくれた、はい、そうです、優しいですね。でそこからあの大宮あかりさんに、はい、あかりさん、いや空がいいよって言われて、はい、じゃあ空でおー、でもなんか由来も素敵ですね、はい、とても気に入ってますか。最初はもう全然呼ばれても反応できなかったんですけど、はい、最近はちゃんとできるようになりました。そうですよね、高校まではしおりさん、はい、しおりね、下のお名前で呼ばれていたところから、はい、そらさんですからね。そうですね、でも逆にそのニックネーム聞くとスイッチオンになるんじゃないですか。あ、でもしおその家とかではしおりって言われるんで、はい、NEC 内だけの空なので、はいはい、ちょっとそれはあるかもしれない、ね、ちょっとこうプレーモードで選手モードになるときはいいかもしれないですね、はいはい、そして、ラジオネームミニバニーさん、こんにちは、いつも練習お疲れ様です。しおりちゃんは妹のりんちゃんととても仲がいいと思うんですけど、なんでそんなに仲がいいんですか。なんかジェラシーみたいですね友達みたいですごく憧れますという、うん、とても可愛がっている妹さんがいらっしゃる、はい、そうですね、3つ下の妹がいて、うん、で妹もバレエやってたんですけど、あ、そうですか。私が競泳中学入って、うん、でまあ、高校に上がってもう妹は地元の中学に行くって思ったんですけど、もう自分の行ったところにも入ってきてもうびっくりしてそれで、まあ、一緒に帰ったりとかするようになって、はい、その前からも仲悪かったわけじゃないんですけど、3つだと1年生で妹さんが入られた時にこう3年生、はい、だからちょうど入れ違いは入れ違いなんですけど、そうそうか、まあ、学校自体一緒なので中高一緒ですもんね、はいはい、それで、まあ、一緒に帰るタイミングあったりとかして、そこから遊びに行くことが多くなりましたね。新たに姉妹が仲良く帰っている姿は絵になりますねちょっと妹面白くて性格違いますか。あ、全然違いますね、顔も似てるって言われないし、うん、妹身長低いんですけど、はい、でもなんか一緒にいて楽しいです。そらさんはどちらかというとこう性格が、ね、ちょっと先ほどあの打ち合わせの時に伺ったらサバサバしてると、はい、ご自身でおっしゃってましたが、妹さんはどんな性格ですか。妹は結構、うん、おちゃらけてるじゃないけど、あ、でもバランスがいい面白い感じです。最近もね、どちらかにお出かけされたそうで、はい、この間久々に遊びに行って、うん、やっぱり楽しかったです何をして遊んだんですか。もう2人で買い物をして、うん、ご飯も一緒に食べて、まあ、普通にもう遊んだだけなんですけど、その時にやっぱりあの妹特典としてお姉ちゃんこれ可愛いよねとか言いつつちょっとおねだりとかありませんでしたか。なんか結構前まではおねだりしてたんですけど、はい、多分なんですかね、妹も大人になったのか、うん、買ってとかは言わなくなりました。お、だからまあ自然に買ってあげるよってこっちからなんか言うようになりましたね。すごい
あの妹さんが言わなくなったら、でもある意味ソラさんも成長されてるっていうことですよね。そういう言葉がなくて、逆に自分から言ってあげようかって言葉が言えるようになっている、はい、そうですか。妹さんと、あとお兄さんと弟さんも実は、はい、4人兄弟なんですね。でお兄さんがいて、その次に、ソラさんがいて、妹さんで、一番下の弟さんがだいぶお年が離れてるということで、はい、10個離れてて、10個、はい、やっぱり可愛いですね、10個も離れてると。それこそ10個離れてると、あのおしめを変えてあげたりというのも、はい、やってあげていたんじゃないですか。もうちっちゃい子すごい元から好きだったんで、弟が生まれてきたのはすごい嬉しかったです。ちゃんとお姉ちゃんにそういったおしめを変えてもらったっていうご恩はちゃんと感じていますか、弟さんは。どうなんですかね。もう結構弟も9歳とかになって、うん、やんちゃ坊主になってるんですけど。9歳か、可愛いな。でも、はい、8歳、うん、9歳ぐらい。でもやっぱり私寮に入ってからあんまり会えないんで、うん、会った時はすごい駆け寄ってくれます。さあ後半も引き続きよろしくお願いします。なんとソラさんはもうすぐお誕生日だそうですね。はい、もう少しで9月の22日で19歳。はい、そうです。19歳か、まあ、遠いところを見てしまいました私。何か今年19歳で叶えたいなと思うことありますか。私料理を、料理全然できないんですけど、はい、ずっと頑張りたいな、頑張りたいっていうか作れるようになりたいなと思ってて、やっぱ料理できる女の方がいいかなと思って、おちょっと挑戦したいなと思ってます。もともと高校が東京なので、いわゆる住環境としてはご両親と住んでたところから寮生活になったということですよね。はい、はい、そこで初めてこうご両親の、あ、なんて言うんでしょうね、家庭の味とかありがたみとか知りますよね。、うん、大好物は何ですか。たくさんあるんですけど、うん、オムライスとか、あとは麺系が好きで、あとはもう抹茶のものが大好きです。そうだそうだ、今回ねメッセージの中でもね、抹茶に関する、やっぱりファンの方はねみんな知ってますね、いろんな質問が来てたんですが、でもオムライスであればきっとそこからまず料理を挑戦していって、そうですね、オムライスなら作れるかなと。でちゃんとケチャップで卵の上に可愛くね文字を書いていいですね、はい、じゃあそれは、じゃあ19歳まず夢の一つとしてはオムライス、美味しいオムライスを作れるように、作れるように頑張ります、なるということでしょうか。はい、そして、今一番気になる人教えてください。あの中里依紗さんと中尾くん の、うん、あの夫婦のインスタのストーリーをすごい今ハマってて、あれ今大人気ですよね、はい、私も多分人気になってから知って最近見るようになったんですけど、はい、もう面白くて毎日見てます。あれ、あのもしね見てない方は中里依紗、中尾明慶インスタラブラブストーリーとかで検索すると出てきますね。インパクトありますよね、はい、ちゃんと2人の両方見てほしいです。あれはちゃんとつながりがある、はい、ありますね。で結構あれですか、移動するときに合間に、そうです、 YouTube を見たりとか暇があれば見てます。面白いですよね。いや、そこに気になる人を挙げてくれた、はい、本当にあの2人はとても可愛くて、あのファッショナブルでいいですよね、はい、見ていてね、仲のいい夫婦だなと思って目指してください。ぜひ、ね、頑張ります。はい、そして、ラジオネーム、試合前に気分を上げるために聴いている曲とかありますか。しおりさんのバレーを一生懸命に頑張ってる姿を見て、私も自分のやっているスポーツを一生懸命しおりさんに負けないぐらい頑張ろうと思いました。これからもしおりさん私の憧れです
お、次のシーズン新しい背番号でまた新たに進化したしおりさんのプレーを見れることを楽しみにしています。嬉しいですね。はい、嬉しいですね。自分の気分を上げる曲、何か最近聞かれてますか？まあその時によって違うんですけど、うん、でもグリーンのイカロスとか、お、あとはウカスカジの勝利の笑みを君とっていうのは聞いてます。でそれはあの NEC がファイナル行った時に、はい、あのモチベーションビデオで使われた曲で、はい、多分 NEC の選手はみんな好きな曲っていうかその曲聴くとモチベーション上がると思うんですけど、私もそれ聴いて試合前とかに聴いたりしてます。最近私も思うんですよね、本当にその曲を聴くと当時のことを一気に思い出すんですよね。でその時頑張ってたら特に、あ、自分は新たな子だったなってい う、 こう感情も含めて振り返る時にまた音楽ってすごい効果を発揮するなって思ったりしてるので、と、うん、いうことはまた次ね連覇を目指していますから、皆さんにとって新たなモチベーションソングというものができていくかもしれないですよね。はい、そしてラジオネーム、10キロ痩せたモヒカンさん、すごい。どうやって痩せたんだろう、それが書いてあるのか、書いてなかったです。競泳時代と NEC 練習で一番変わったとこはどこですか？やっぱりさっきも言ったんですけど、ウェイトトレーニングとかはなかったので、うん、ウェイトを NEC に入ってして体つきもだいぶ変わったと思います。自分は将来実業団でバレーをやりたいな、そういう夢は持ってましたか？実業団か大学かっていうのは、うん、あんま決めてなかったですけど最初は、はい、でもバレーは続けるつもりでいたので、ええ、どっちもウェイトはでもあってるっていうのは思ってて、大丈夫かなってすごい心配だったんですけど、うんうんうん、今なんとか皆さんのおかげでやれてます。先輩のおかげで。 NEC から声がかかった時は正直自分でかなり驚きましたか？うん、そうですね、声かけてもらって、私もその進路で悩んでたので、うん、でもその呼んでもらってもうすぐ決めました。あまりその時はもう迷いはなく？そうですね、結構多分みんな迷ってる人とか多いと思うんですけど、私あんまり迷わないで決めました、うん、そういうところも含めて堂々としているということですね。そうなんですかね。でね、ちょっと興味深い質問、先ほどのね、あの10キロ痩せたモヒカンさんの続きで、一番怖い先輩、優しい先輩は誰ですか？答えられる範囲で笑い。何ですかね、うん、初めはやっぱみんな怖いじゃないですけど、はい、怖い先輩もいるのかなと思ってすごい緊張してたんですけど、はい、もう今はすごい優しい先輩、みんな優しいので、うん、本当に怖い先輩いるって聞かれると誰も答えはないですね。いないから答えられないっていう感じですね、はい、優しいです、みんな。みんな優しい中の、難しいですね、誰が優しいって今度答えるのも。そうですね。一番お出かけされたり食事を一緒に取ったりとか交流が多い先輩は誰ですか？あやさんともご飯に行くし、うん、あとまなみさんとか、うん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 、でもこれからもっとちょっといろんな人ともご飯に行きたいなと思ってて、はい、なのでこれからまた先輩たちとも交流を深めたいなと思ってます。私はあの個人的にですね、ぜひいろんな方とねお食事行っていただきたいですね。
普段 お話ししてるだけじゃなくて、何か食べたり飲んだりの延長線上で、あ、この人ってこんなこと考えてるんだとか、結構その人の人柄とか本音がすごく見えたりすることが多いと思うので、ぜひぜひ、はい、お誘いが入ったら、そうですね、これから行きたいなと思います、はい、そうですね。さあ、10月21日から V リーグ今年も開幕です。早い。そうですね、あっという間です。あっという間ですね。チームを代表して、あの、意気込みを聞かせていただいてよろしいですか。はい、NEC レッドロケッツは2連覇に向けて頑張ってます。あと40日間切ってるんですけど、はい、私自身もチームに貢献できるように頑張りたいと思ってるし、ファンの人たちにも見てて感動できるような試合をしたいなと思ってるので、ぜひ応援してもらえたら嬉しいなと思います、ね、今回はもうソラさんだけじゃなくて、山内選手、塚田選手、小島選手と4名が、ね、新人という括りになるんでしょうかね、はいはい、本当にもう皆さん活躍を期待されてると思いますので、ね、ぜひ頑張っていただきたいですね、はい、であと、あの、やっぱりね、ちょっと抹茶の質問がすごく多いので、ぜひちょっとこれを一つ答えていただきたいのが、ラジオネームココちゃんパパさん、抹茶が大好きな新谷選手、今これが一番ハマっている抹茶スイーツは何ですか。抹茶スイーツ、抹茶のアイスとかなら基本、はい、買っちゃいます。ハーゲンダッツとか美味しいですよね、はい、ハーゲンダッツもだし、コンビニとかでも抹茶のアイス買って、なんか何でも何かの抹茶出たらすぐ買っちゃいますね、はい、ぜひ、あの、新しい抹茶のおすすめ商品があったら、もうソラさん、はい、逆に皆さん教えてどんどん情報をね教えてもらえるといいですねはい、ありがとうございます、ゲストは NEC レッドロケッツ新谷詩織選手でした。これからも活躍を期待してます。ありがとうございました、はい、ありがとうございました、あっという間にエンディングが近づきました。ファンファンチュースで番組公式サイトではゲスト情報、ラジオの放送後期、記念写真、過去の放送データもアップロードしてます。ぜひチェックしてみてください。それでは今日も元気いっぱい素敵な午後になりますように。お相手は藤内でした。ファンファンチュースで、この放送は第三設計連合、青木ホールディングス、 KST、 アース製薬、文明堂東京、川崎第三門前住吉、大塚製薬の提供でお送りしました。じゃあソラさんも一緒に、また来週バイバイでいいですね、はい、じゃあせーの、また来週、バイバイ。